FMAR 化したはいいけど、今度、ローラーセッティング面倒なんだよな。じゃあ、なんでしたんだってことになるんだけど、今回は FMAR のローラーセッティングをやっていきます。まずはバンパーカット、フロント側から X シャーシ補強プレートをあてがって、このラインでカットしていきます。シャーシをカットしていくのに、こういったものを買ってみました。カッターのこぎりということですが、このサイズ感なかなか良さそうだよね。おー、いい感じ。それでは切っていきましょう。おお、こんな感じ。断面も綺麗に切れてるね。はい、このように切れましたら、ここもカットしちゃおうかな。はい、これで FMAR フロントバンパーカット完成です。いやー、クラフトノコギリ様々だったな。ではここからローラーセッティングをやっていきますが、 FMAR マシン、フロントバンパー作るの大変なんだよな。簡単に作ってみますと、このようなセッティングができるかと思いますが、そうするとフロントバンパーにスラスト角度の設定がされてませんので、このままのセッティングでいくとコーナリングで曲がりきれずコースアウトする可能性があります。そんなこと考えないといけないんだったら、最初から AR マシン作ったらいいじゃない。はい、それがごもっともな話になりますので、今回やっていくローラーセッティング、ローラーベースを後ろに寄せたアクアといった改造をやってみようと思います。大体にしてローラーベース後ろに下げるとどうなるか、今回はファーストセッティングとして、まず使用していくのは AR サイドマスダンパーのプレート。通常の付け方に対して、ビスを下からではなくて上から取り付けていきます。はい、ちなみにこちらの電動ドライバー、概要欄にて購入ページがありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。では改めてプレートを付け直したところ、付け直すポイントとしては、片側に台ワッシャーを挟んでプレートに傾斜をつけることで、ローラーにダウンスラストを加えることができます。はい、ここまででサイドローラーセッティングができましたので、ギアローラーセッティングもやっていきましょう。今現在マシンの全長としてはこんな感じ。ギアセッティングにかなり余裕がありますので、まず取り付けるバンパー、万能ギアステ、シャーシ4点固定のうち2箇所にスペーサーを挟んでスラストの修正をしています。そしたらさらに AR ギアステを2点止め、そしてローラーセッティング、両ネジシャフトを通して
830ベアリングを取り付け、横から見るとこんな感じ。最後ブレーキセッティング。ブレーキステー、普通こんな付き方しないよね。はい、ということでリアセッティング、これで完成です。これだけ FRP プレートつけたらそりゃ強いだろう。全体的なセッティングはこんな感じ。一般的なセッティングと比べるとローラーベースいつもより狭いのと、タイヤ位置これほど違うとなると本当どんな走りするんだろうな。肝心な走行練習ですが、また次回確認していきましょう。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。